ちゃ。こんにちは。はい。はい、江坂さん。はい。この時間がやってまいりました。3連戦を振り返るということでね。はい、もうすぐ交流戦。やっぱ調子を上げていきたいよね。ね。やっぱ交流戦っていうと気合い入りますかね。あ、でも大きく順位が変わったりとかするチームも出てくるしね、毎年で。昨年なんかオリックスは交流戦で勢いがついたから、だから非常に交流戦を大事にしてるチームっていうのは中にはあるよね。ということは、逆に交流戦ちょっと嫌だなっていうチームもあるんですかね。今年はね、特にね、パ・リーグの投手がいいわ。だからそう簡単にはいかないね。まあ昨年セ・リーグが久しぶりに勝ち越したのかな、ちょっとだけどね、だけど今年はね、パ・リーグの投手がいいだけに、まあロースコアのゲームになると思う、ということで、はい、まあいい準備ができたチーム、できなかったチーム、まあいろいろあると思うけども、はい、まずはセ・リーグからね。はい、ではこれが今回の結果です。はい、巨人の3勝、ヤクルト2勝1敗、はい、DeNA が2勝、はい、ということです。そうだね。はい、でまずは巨人対広島、巨人が3連勝ということで、まあ広島は都合4連敗になってるんだけども、はい、1戦目、うん、遠藤と CC、ね、メルセデスが投げてる試合、もう互いテンポがいいし、速い試合を繰り広げてて、はい、遠藤が2点のリードをもらってて、8回ワンアウト満塁というチャンスを、自分の打席を迎えたんだよね。はい、でその時の判断ってすごく難しかったと思うんだよ。うん、でなぜ難しいかというと、遠藤が完封してたんだよね。はい、で遠藤っていうのは完封をしたことがないのよ。うん、そうでした。それで2対0でワンアウト満塁、はい、ね、自分が打席に立ち、ショートゴロホームゲッツーという、はい、で0点に終わった。うん、でもまあ2点差あるということでマウンドに登ったんだけど、はい、やっぱ野球ってさ、9回のマウンドって難しいな。やっぱ精神的なプレッシャーもある、欲も出てくる、はい、自分がその前に最悪な結果を生んでる、はい、打撃でね、はい、で気持ちが切り替わってるかなって思ったんだけど、でも切り替わってなかったね。やっぱ欲が出る、やっぱ守らなきゃいけない、はい、やっぱ勝負って守りに行った瞬間にやっぱダメになるし、やっぱ佐々木監督が情をかけたよね。やっぱ完封させてやりたいとさ。なるほど。まあ、確かに8回、7回までを見てると、はい、7回、8回ぐらいまで見てるとね、完封ペースなんだよね。はい、球数もそうだしさ。まあだけど、やっぱこの8回にゲッツーを自分で打ったというところで、やっぱもう運が俺は尽きたと思ったんだよ。だから変えた方がいいと思ってたんだけど、はい、で、あそこでも代打を送って、本当にチームを勝たすためだったら、3点差4点差のリードをに広げたかったと思うんだよね。でもエンドの完封があったがために変えることができなかったという、難しいですね。難しいな。そのタイミングで打席が回ってきたっていうこともあり、まあそうなんだよな。でもやっぱりそこが情なのか勝負なのかっていうところだったと思うんだよ。だから巨人っていうのはやっぱりね、あの3連戦を振り返ると菅野がやっぱ完投ペースだったんだよ。はい、9回のマウンドに登ったんだけどもさ、はい、でも1、2塁になってからスパッと変えたよね、はい、そうでしたね、体勢に、はい、まあ、ルーキーをあそこで使うっていうさ、まあ、エースの代わりに新人を使って抑えにかかるっていうあたりは、まあ、原監督の度胸だと思うけど、まあ、あそこでスパッと変えたし、結果的にフラフラしながらも抑えたからね、そうですね、で菅野に勝ちをつけたという、はい、もうあの勝った瞬間はもうなんかみんながほっとしてたという、まあまあそうだね、シーンでしたね、うん、菅野投手も大勢投手もそうだ、もうみんなが、まあ一番はね、やっぱ原監督がほっとしてる使う、ね、使ってあそこに、あそこで大勢がやられるとしたら、やっぱちょっと大勢の流れも変わったと思うんだよ。でもあそこで抑えたからね、まあほっとしたという、だけどあそこでやっぱエースだからって情をかけなかった、やっぱ完投させようとか、はい、そういうことじゃなくてスパッと変えた、その差が3連勝になったね。やっぱりその変えるに至っては、うん、やっぱその何か兆しというか、うん、あ、これは変えた方がいいなっていうものが多分出てるんでしょうね。絶対出てる。そこをやっぱこう初戦の広島は見逃すところではなかったと、うん、いうことですか ね、 ね、うん、でも初戦俺広島が取ってたとしたら、はい、これは逆の数字になってる可能性がある。なるほ
ど。広島が3連勝してるかもだから非常に初戦がもったいなかった。3連戦の初戦ってすごく大事だからさ、はい、でものすごい悔しい負け方をした。で野手もでターリーがノーアウト満塁で出てきたんだよ。そうですね、だからその遠藤もダメになったし、ね、ターリーも嫌な思いをしたよね、だから非常に初戦っていうのはすごい重苦しい雰囲気で負けた。でやっぱり2戦目も負ける。で菅野が勝つというね。ただ岡本がやっぱ調子が悪い、岡本がねやっぱりあの右方向にやっぱ打つような努力をしないと調子はちょっと上がってこないね、その代わりあの中山ライト一生懸命やってるわ2年目、はい、まだまだね所作とか、なんかすごくぎこちない部分もあるけども、あの一生懸命さがいいね。もうあのコメントにもその前向きさ全開に出てるので。そうだね、はい、だから非常にあのエースと若手が融合して勝った3連勝かなという、で広島というのは初戦敗して、まあ、流れを失ったというね、はい、まあ、3連戦だったけども、はい、やっぱ西川がちょっと調子悪いね、西川が悪いのとやっぱ栗がやっぱ勝てない、はい、で栗がもうフォアボールが多すぎるな、同じイニングを投げてて西が9つしか出してないのに対し、はい、栗が23個ぐらい出してるんだよね、はい、23死、だからやっぱフォアボールを少なくしないと栗も勝てるピッチャーだけに、栗が勝ち星を拾っていかないとこれから広島がきつくなるというね、まあそういう3連戦だったね。はい、はい、でヤクルト対阪神、はい、で初戦岩崎がやられた、ね、9回に、はい、それまでいいペースで行ってたのに、まあ、やられたという。で2戦目は素晴らしい勝ち方したね、はい、阪神が、西純也、はい、あのいやピッチングよりもさバッティングに驚いたよ、ね、すごいすごい、なんかすごいピッチャーっていうことを忘れてしまいましたね。いやあれ普通の野手よりいいよバッティングそのぐらい、なんか二刀流ができるんじゃないかっていうさ、すぐなんか頭の中にその二刀流っていうのが浮かぶぐらいバッティングがいい、なんかぎこちなさゼロな、なんか余裕な打席だった気がしますね。そうだね。で、なんていうの、投げても完投したんだけどさ、あのなんていうんだろう、スタミナがあるねこの子は、だ最後まで球威が落ちなかったの。まあ、ちょっと余談になるけど、ジャイアンツの若手って70球超えると、はい、球威が落ち出すんだよ。でも西純也は落ちなかった。だから大したもんだなと思って。で一つ勝った試合で丸って佐藤大山クリーンナップがホームランを打って圧倒して勝ったんだよ。もうすごい点を取れる素晴らしい試合でしたね。そうそうそう。その勢いに乗るかなと思って。阪神が最近調子いいからね。だけど3戦目小川にやられるという。だけどその小川だけではなくて。やっぱ打つ方では山田哲人がすごく上がってきたね、はい、うんうん、それと2番を打ってる山崎がすごくいいつなぎをする、はい、でやっぱり塩見が戻ってきた1番に、これはやっぱ大きいわ、ちょっとしたミスで1塁からチョークホームインするとか、まあその時佐藤がちょっと冒頭掘ったんだけどね、で悪送球してでライトに転々するファールグラウンドにね、一気にホームに帰ってくる、あの足は魅力だねやっぱり、だから塩見が1番に入る、2番に山崎がつなぐ、3番山田が絶好調ということで、まあ、ヤクルトが勝ったけどもね、あとやっぱり村上がちょっと調子が悪いね、だからちょっと村上が打ち出すと、まあ、破壊力が増すという、なんか交流戦では爆発しそうな気はするけど村上はね、はい、だから阪神の方は調子が良くなってくるとミスが出てくるんだ。まあ、初回いきなりこれは点にはならなかったけども、はい、中野がエラーをする、で佐藤が2つエラーするね、それが点に絡んでくると、だからやっぱこう、調子が良くてせっかく上向きになってきたのに守備の破綻でまたバランスを崩すという、そういうことがないように次の3連戦へ阪神は頑張ってほしいなって思うよね。なるほど、ピッチャーはよく頑張ってると思うんだよ、はい、だけど野手が足を引っ張らないようにしないといけないなっていう、はい、いうふうに思うよね。せっかくね流れをつかみ、そうなんだよ、そうなタイミングでっていうことですよね。そうなんですよ、もったいないですよね、だからもったいないことはしないね、はい、残された時間は少ない、早く上に行かないと、はい、ね、中日対 DeNA、はい、ね、DeNA の2勝、今永が素晴らしいピッチングをした、ね、完封したね、で2戦目も
すごく良かったんだけど、うん、5対5の同点になったのかな、うん、それからだよ、継投に失敗する、祖父江がやられる、で DeNA の方は逃げ切ったという、まあやっぱ牧がいいよね、うんうん、それと DeNA は何でか知らんけど中日に強いね、で逆に言えば中日が他とすごいいい戦いしてるのに、はい、DeNA に相当負け越してんだよ、なんか相性であるんですよね、いや相性あるんだよね、うん、まあだけどお得意さんのまましとかなきゃいけないし、逆に言えば中日は非常に鬼門になるかもわからないよね、うん、DeNA が、それが見えた2連戦だったけどもさ、でも中日の方は根尾が成長してるけど、うん、やっぱショートの守備っていうことにやっぱ課題はあるね、もともとっていうところですか、まあそうだね、ね、ピッチャーをやったりとか、うん、外野をやったりとか、まあ、まあそうだね、いろいろありますけど、うん、でも最終的には立浪監督はショートにしたいんじゃないかなっていうのが見えたよね、うんうん、外野から内野に戻して、うん、途中で使ったけど、でも決勝点になったのがネオがジャックリして、うんうん、ボール握れないで投げれなく内野安打にして、三塁ランナーがホームインしたという、うん、まあフォースプレー、セカンドでフォースプレーできたんだけども、うん、技術的な問題だけどさ、うん、だけどそれもまあ一つの経験だよね、はい、それが悔しいと思ってネオはやっぱこう練習せないからね、うん、こう、ネオ選手みたいにポジションいろいろやっていけそうなっていうところで、うんうん、なぜ内野なんですかね、まあ、もともと内野だし、うん、やっぱり中日のウィークポイントって内野なの、ショートなのね、はい、で本当は京田があそこをがっちり守るようだと、はい、京田の守備っていうのはやっぱ坂本と総平気で、うん、坂本より上手いんじゃないかって言われてるぐらい、うん、守備力が高い選手なの、はい、やっぱ打てないからさ、だからまあそこら辺で根尾を使いたいという、うんうん、まあ、そういうところがあるんだろうけど、うん、だけども、まあ、ちょっとミスをした、それが悔しいと思ってやっぱ練習を重ねてほしいと思うね、うん、なるほど、一つのジャックルが勝敗を分けるというような、うん、経験をしたからね、はい、でまあ、DeNA の方はお得意さんだから勝てたのかなっていうような、うん、まあ、そういう試合の展開だったし、うん、まあ、今永がしっかりやっぱこう投げてくれるとやっぱ強さは感じるね、うん、というところで継投の難しさ、はい、ね、もういくつかね、そういった話がね、そうだね、だから話はありましたが、広島は悔いが残ってると思うよ、うん、あそこと変えとけばっていう風にね、いや思う瞬間もあるし、巨人の方は逆に大勢をあそこで傷口が広がないうちに大勢をスパッとね、広がらないうちにね、大勢をスパッと入れてきたっていう、はい、まあここら辺がそのベテラン監督と、まあ、笹岡監督のちょっと違いが出ちゃったかなっていうふうに思うよね、うん、はい、でまあヤクルトの方は守護神、阪神の守護神岩崎を、引きずり下ろしたと、うん、ね、でまあ中日の方は、まあ、鉄板だった祖父江、この後ろの3枚の1枚である祖父江を負けがついてしまったという、うん、まあ、ここら辺の、まあ、判断ミスではないんだけども、はい、やっぱちょっと疲れが来てるかなっていうふうに、まあ、感じるよね、まあ、そういう難しさっていうのが、まあ、あるよね、そうですね、で DeNA はね、ちょっと不可解なことがあって、はい、なんか同点になった時に、同点になる前のシーンの時に入江を投入したんだよね、はい、ロメロから、うん、そしたら一人で変えたんだよ、多分ね入江じゃなかったんだと思うよ、だからそこら辺がベンチとの連携、はい、うん、ブルペンとのうまくいってなくて、入江を一人で変えたんだよ、はい、普通一人で変えないんだよね、はい、同点になった瞬間に入江を変えたんだよ、一人で、うんうん、スクイズされて、うん、でここはね、おそらく入江じゃなかったんだと思うよそんなことあるんだよ、あるんですかね、これ監督が言ってしまったのか、うん、ピッチングコーチが監督に伝えるのを間違えて審判に言っちゃったのか、うん、だから俺準備はできてなかったと思うんだよ、入江が、びっくりしたでしょ、びっくりしたよ、俺もびっくりした、なんで一人で変えるんだろうって入江をだから多分ね、連携ミスだと思うんだよね、うん、だからまあそういうことがないように、うん、そうだったらちょっと怖いですよね、いや怖い怖い、うん、まあ、勝ったその試合勝ったから良かったけどね、うん、だからまあそういうことがないように、うん、まあ継投の難しさはあったなっていう、はい、この3連戦だったね、順調に出てしまいましたね、はい、はい、それでは次パリーグいきます、ね、はい、こちらパリーグは、ロッテ2勝1敗、ソフトバンクが2勝、はい、オリックスと日本ハムは1勝1敗ということでした、はい、はい、まあ、ロッテの方は、うん、徐々に調子が上がってきたかなっていうようなね、うん、まあそんな戦いだったし、はい、まあ、小島が勝てないんだよね、うん、勝てないけど勝ち試合にしたという、はい、
だからすごい小島を勝たしてやらないとさ、うん、せっかくねいいピッチングをしてるのに小島を見捨てる気かみたいないやいや本当に、まあ、それは援護点ということですか。そうだね、うん、ただまあマーティンが当たってきたね。ああ、うん、はい、サヨナラホームランとかもあって、はい、うん、だからマーティン、レアード、うん、この2人の外国人がちょっと上がってきたということね、うん、調子がね、うん、はい、で初戦なんかはやっぱこうマー君を打ち込んだ。でマー君が6失点、はい、うん、ね、まあちょっと疲れもあるんだろうけど打てたのは自信になると思うし、うん、だからそういうものをこうきっかけに浮上していかなきゃいけない、はい、と思うんだけども、うん、この1敗というのはマーティン・レアードがソロ踏みでホームランを打ったんだけどソロホームランズの 2点だけ、はい、で佐々木千早が押し出しとか、はい、フォアボール連発でやられたという形になったんだけどもさ、うん、まあ川村というピッチャーが6回まで投げてね、はい、うん、しっかり抑えて継投に入ったんだけどさ、うん、はい、やっぱロッテの今年の中継ぎ陣っていうのは防御率が4点台なんだよね。先発ピッチャーは頑張ってるのよ、防御率低くね。だけど中継ぎ陣がやっぱちょっともう少しロッテは頑張らないと、うん、ちょっと浮上のきっかけがつかめないかなって、うん、昨日のゲームでも、はい、レアードとマーティンは打ったけどもその前にランナーが出てないんだよね、うん、だからその打てるピッチャーと打てないピッチャーがもう両極端にこう結果として現れるというね。なるほど、うん、まあ、そんな感じがする。点の方がさやっぱ浅村だな。うん、やっぱちょっとまだ調子が上がってないですかね。で全体的な打線の感じっていうのは悪くはないんだけども、はい、だけどその浅村がちょっと頑張らないと、うん、ちょっと苦しいかなというね、そんな感じがするし、はい、で枠の骨折っていうのがでしたね、打球が当たってね、うん、これからどう響いてくるのか、はい、まあ、そういうのがちょっと心配な部分だけども、まあ、ロッテの心配な点っていうのはさ、はい、昨日のゲームでね勝負どころで銀次を差し込んできたんだよね、うん、で佐々木千早が完全に悪いんだよ、うん、状態が、はい、でそこで左にいないのかなと思ってちょっと見たら、はい、左一人も入ってないんだよね、左ピッチャーが、はい、でその後銀次西川って続くからさ、はい、向こうは絶対変えてこないのよ左でも、うんうん、代打の代打っていうのはないし、うんうん、西川も代打っていうことはないから、はい、だから左で差し込めるタイミングはあったんだよね。でもいないということがさちょっと苦しいよね、うんうん、で楽天打線っていうのはさ 左の優秀なバッターたちがたくさんいる中で、うんうん、左ピッチャーを入れてないっていうのがちょっと消せなかったね、はい、だからまあそこら辺がちょっと課題の見えた3連戦だし、で怪我人マー君の疲れ、はい、まあ、そういうのがちょっと気になった、うん、まあ、3連戦ではあったね。でロッテはちょっと少し前からロッテの方は選手の起用とかそういったところが何かちょっと気になるポイントが、うん、まあ、ちょっとずつあるよね、あるのかなっていうところですか。そうだ ね、うん、はい、やっぱこうベンチ入りの選手であったりだとか、ね、うん、まあ再三言ってるキャッチャーのね、そうですよね、田村っていうのはどうしたんだろう、うん、ちょっと心配してるんだけどさ、うん、まあそういうところがちょっと気になるかな、ロッテはね、はい、でソフトバンクと西武、はい、いらっしゃいませって沖縄弁でなんつうんだっけ、何でしたっけ、なんだっけ、なんか言うよね縛りようとかさ、 いらっしゃいませでしたっけ、なんだっけまあなんかあったと思うんだけど、まあ、ソフトバンクと西武でソフトバンクの2勝ということで、はい、そうですね、だから与座と東山がね、うん、沖縄出身の、はい、いいピッチングしたね、東山もその前にノーヒットノーランやってて、うん、もう凱旋登板だよね、はい、で与座もソフトバンク打線相手に頑張ったよ、うん、7回まで両チームと両投手とも、与座は8回までかな、うん、ピシリ抑えてさ 0-0 のゲームを作って、ね、一瞬西武がリードしたんだけど1点取ってね、うん、牧原がファールボールを落として殿崎の、はい、殿崎がその後ライト前を打ってさ、うん、勝ち越したんだけど、まあ、さあ平が出てきた、また沖縄だみたいな、ね、もう西武には山川選手もいますし、そうそうそう、はい、ね、こんななんかこう沖縄での試合で沖縄出身の選手がたくさんで、ね、はい、いやそれで平がやられたという、ね、そうでしたね、うん、ちょっとかわいそうだったけどね、うん、沖縄でね凱旋登板で行ってて、はい、まあ、辻監督も演出したと思うんだよね、はい、平をこう抑えに使った、うん、ね、うん、まあ、そこでやられたんだけどもさ、はい、まあまあそれは仕方ないなと思うけど、はい、
だけど東山がね、まあ、地元でヒーローインタビュー受けるのは幸せだというようなことも言ってくれてたし、うん、はい、でまあ、2戦目もソフトバンクが勝つ、うん、で又吉がヒーローインタビュー、又吉投手も沖縄出身ですもんね。そうそう、いやまさかね、うん、こういうところでヒーローインタビューをって、まあ、同じようなヒーローインタビューだったんだけどさ、うん、やっぱなんか喜んでたし、うん、まあ、沖縄返還 50周年を迎えてね、はい、うん、なんか沖縄出身の人が多いチームがいて、うん、まあ、子供たちに夢を与えて、はい、くれた、まあ、どっちが勝つ負けるはあるにしても、うん、なんか地元の選手たちが、うん、なんかすごく一生懸命、はい、自分の力を、まあ、平井がいいかな出してくれたし、はい、まあ、山川のホームランがね見せてやれなかったっていうのがそうです、ね、ちょっと心残りだけども、ちょっと沖縄でドスコイ聞きたかったですけどね。そうだな、みんなでなドスコイ聞きたかったけど、はい、まあでもね必死に打とうとしてたよ、うん、彼はね、うんうんうん、でもその姿は十分伝わったと思うし、はい、ヒットはね、そうだね、それと、はい、やっぱ 2試合ともすごくいい試合だったね、うんうん、しまったね、はいはい、ただソフトバンクの上林、これがまた怪我で、ね、うん、アキレス腱断裂ということでね、大怪我ですね、うん、だからスタートの発表があった後に何かこう怪我をしたという、ね、あの直前の試合前の練習で、そうだよ ね、だからちょっと残念だなって、ね、勝ったはいいけどちょっと残念な結果だったなっていうふうに思った。心配ですね。そうだね、うん、はい、オリックスと日本ハム、はい、山岡先発ね、危険球退場、ね、野村に、ね、はい、花をへし折ったという。そうでしたね、別に天狗にはなってなかったと思うけど、ちょっと花をへし折ったというね、緊急で降りたんだけども、うん、まあ繋いで繋いでね、うん、まあ勝ち星を拾ったというね。で杉本もちょっと元気になってきたかなと思うよね、ようやくね、はい、だからまあ交流戦得意なチームっていうふうに自分たちでた、うん、多分勝手に昨年優勝してるだけに思ってると思うけども、そこを境に上がってきましたもんね。そうだね、まあ吉田もなんか間に合いそうな感じがするよね。うん、で日本ハム、はい、で日本ハムは万波すごいね、日本のホームランすごいですか。やっぱね、うん、飛距離が違う。ああ。で万波、野村、はい、清宮とか、うん、今川とか、はい、まあそういう若手でね、うん、この若手4人衆は30本ぐらい打てる能力があるよね。本当こう日本ハムはホームランよく見ますね。出るし、やっぱチームがある程度こう固まりつつ、うん、だんだんあるね。で新庄監督も厳しいコメント、はい、選手に対して、うん、鼻が折れた、故障者は一般人と同じということ、まあそうだね、一般人と同じって言ってました。で鼻の骨折ははあの問題ない、問題ない、はい、もう何の問題もないって。でもね次の日やっぱ野村も出てきたよ、うん、ね、やっぱね残像が残るんだよね、うん、あの怪我がどうこうっていうよりボールの残像っていうのが残ってるから、はい、だからその打席に入って、うん、やっぱ勇気のない人間、そういう人間っていうのは腰が引けたりとかするんだけども、はい、しっかりヒット打ったね。次の日ですもんね、うん、その後5番の万波がホームランで、はい、ね、野村を返す、だからだんだん素敵なチームになってきたなっていうようなねまあそんな感じがするよ、はい、うん、だから日本ハムは波はあるにしても、うん、若手は着実に成長してると、うん、まあそういうことが言えるかな。なんかこういろんなことをしてくるようなチームだし、まあそうだね、奇想天外だしね、はい、で交流戦になってくるとどんな風な戦いが見れるんだろうってちょっと楽しみですね。まあそうだね、伊藤大海、噂は、はい、杉浦っていうのは順調に勝ってきてるんだよね、うん、でもこれ初戦で加藤が投げて、加藤ってね一番安定してるんだよ、だから勝てないんだよ、うん、だから加藤にやっぱ勝たしてやらなきゃいかんわ日本ハムは。そうなってくるともっと落ち着く、もっと勝てるようなチームになってくるね。はい、はい、陰りが見え始める、はい、というのはね、やっぱ楽天、はい、まあ、ピッチャーの故障であったり、うん、まあ、浅村の状態が波が大きかったりだとか、はい、まずする。でロッテもそうだね、負け方がちょっと悪いね、うん、はい、で西武も打つなと思ったらなんか源田がを失ってから少し陰りが、はい、うん、まあ、それと山川が
やっぱ打たないとやっぱ陰りになってくるよね。なるほど。なんかね、うん、もう申し訳ないけど一人にかぶせるっていうのはね、まあ、調子がめちゃめちゃ良かったっていうところだと、うん、少し落ちて普通になったところで陰りっていう感じに見えてくる部分もありますかね。そうだね、うん。でソフトバンクの方は上林が栗原の代わりに ね、 そうですね、出てきたのにちょっとまた大怪我で、うん、陰りにならなければいいなという、ね、そうですね、はいはい。まあ、オリックスの方はでも杉本が、うん、まあ、状態がちょっと上がってきた、はい、頼りになる男がね、はい、まあ、戻ってきそうだし、うん、しっかりね、うん、調子とともにね、うん、存在感がね、はい、だからまあ陰りというよりも、うん、上がり上司、はい、日本ハムはこのまま、ね、魅力のあるチームに育ってほしいと思います、はい、ね、で明日から、うん、今日からか、うん、交流戦に向けての最後の3連戦、はい、ね、いい準備ができるように、頑張ってほしいと思います。はい、はい。